早稲田実業、内野5人シフト大成功。2対2で迎えた9回、早稲田実は1死2三で8サヨナラのピンチを招くと、泉実監督は異例の守備シフトを敷くことを指示、左翼手の西村がマウンドと三塁の間に超前進守備すると、大社の2番、藤江の打球はその西村のもとへ、西村はこれを冷静にさばいてレフトゴロとすると、三塁走者も走塁手として窮地を切り抜けた。うわぁ、マジかよ。7、3、2、併殺とはたまげたな。5人目の内野手のところに打球が飛ぶとか漫画かよ。こんな緊迫した場面で内野守らされたレフト1年生かよ。肝っ玉座りすぎてんだろ。サードやセカンドでアウトにするレフトゴロなら状況次第でありえるけど、ファーストでアウトにするレフトゴロなんてもう見る機会ないやろな。この手のシフトが完璧に決まったの初めて見たかもしれん。監督絶頂やろ。やべえ試合だなこりゃ。想定した練習してたのか、はたまたレフトが内野経験者だったか、何にせよ面白いもの見たわ。